はい、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日の動画はね、これです。バン、塗装したトイガン、いろいろ、いわゆる黒猫さんに聞いてみようのコーナーです。ちょっとね、コメントで、質問がありましたんで、僕なりに、ちょっとおしゃべりしてみようかなっていう動画になりますんでね、トイガンの塗装に興味のある方おりましたら最後まで、眺めてやってくださいというところです。まず、お題目、お題目、どんな質問が来たのっていうと、黒猫さんの M586、 これだよね、マルシンの、これモデルガンですみたいに塗装したいんですが、下にシルバー塗った方がいいですかという質問が来たんだね。コメントが来ました。で、ちなみにキャノンショットのブルーシール貼ってありますっていうことなんで、ブルーシールね、これだよね。じゃあお伝えしよう。ここに並んだリボルバーよ3つと、これは銀弾だけどさ、東京マルイのニュー銀弾だけど、これね、全部ね、下がシルバーのものに塗装してあります。材質もいろいろ違うんだよね。何からいこう。ちょっと特殊なタイプからいこうか。そのどんな仕上がりを目指すかによっても変わってくるんだよね。これナイロン製のウェブリーリボルバーじゃないですか。で、シルバー塗ってメタルブルーコートを塗ってね、で、メタルブルーコートの緑っぽさが強すぎるんで薄くブルースチールを吹いたということです。手順で言うとね、シルバー塗って、で、メタルブルーコートを、もうほんとこういう感じになるまでメタルブルーコートちゃんと塗って、で、磨いてってシルバーが出るまで磨いたと。で、ダメージ感がエグすぎたんで、まあ今も結構エグいけど、ちょっとね、そのダメージ感出した後でブルーシールをふんわりふわっと乗っけたんだよね。その後でまた磨くと、そんな感じにすると、メタルブルーコートのえぐい緑っぽさが軽減されるんだよね。で、これブルースチールで塗ったんだけど、ブルースチールっぽい、このなんていうんですか、こういう青みの発色もするようになると。まあちょっと色足してあるんで、要は情報量が増えるかなみたいな感じの塗装なんですよね。で、どんな感じの仕上がりを目指すかによって全然違うと思うんですけど、ダメージ感をたくさん出すね、だったらもうシルバー下に塗っとかないともう話にならないんでね、ダメージ感出ませんので下が黒いと。で、材質なんだけど、これナイロンなんでね、あの塗装の食いつきが良くないんで、あの手荒に扱うと多分塗装剥がれちゃうんだろうけど、あとモデルガンもね、ヘビーウェイト樹脂に塗装するパターンもあるじゃないですか。あんまりないか。あの塗装するんだったら ABS 樹脂が一番いいですよ。その塗料の定着の仕方とか、定着っていうのかな、ね、いろんなことを考えた時に、あの ABS 樹脂に塗った方が塗装はいいです。ちなみにこのマルシンの M586 はこれヘビーウェイト樹脂なんだよね。ブルーイングを諦めてブルーイングを断念して、リボルバーは曲面が多いので、で、塗装でなんとかしてやるぜと意気込んでやったのがこれなんだよね。で、こいつも下にシルバー塗ってあります。そんなにね、ダメージ感を出すつもりはない、なかった、ない。ないんだけど、でもね、より本物っぽくっていうかな、より雰囲気を出したいんであれば、下にシルバー塗った方がいいですよ。金属パーツはね、磨けばシルバーなんで、金属パーツは下地シルバーに塗る必要はないと思うんですけど、黒い ABS とかヘビーウェイト樹脂でこういう塗装をしたいよっていうんであれば、下にシルバー塗った方が雰囲気は出ます。なんでっていうとね、これなんかはダメージ感は全然出してないので、完全に、メタルブルーコート、こっちのね、これで塗った色なんですけど、でもね、よく見ると違うんだよね。例えばこういう角見えるかな、こういう角だけシルバーがうっすら出てると思うんですよ、ね、これこうなる感じで磨いてありますんでね、その
どう塗装した後って表面をツルツルにするためにコンパウンドで磨いたりするんですよ。水研ぎしたりね。なんでそういう作業をするんですけど、こういう角ね、こういうとこうっすらシルバーが出るぐらい僕は磨いてます。まあこの辺もちょっともうちょっと磨けばよかったんだろうけどね。そんな感じにしてます。あとはシリンダーのこの角とかね。でブルーイングしてある綺麗な銃も角って大体こうシルバーが強かったりするじゃない。で使ってりゃすぐこんなになるわけですよ。だからその完全なその吊るしの状態っていうかね、箱出しの状態じゃなくて若干使い込まれた感じの、うん、あの表情を目指して作ったので、こんな感じになってますね。ヨークのあたり見てもらっても角が薄くなってると。でサムピースのところ、サムピースっていうのはこいつね、こいつは金属パーツなんで金属パーツを磨いてね、うん、で塗装してちょっと磨いて、もう こっちは結構だいぶね、あの下地のシルバー出てると思うんですけど、こんな感じで塗装してありますんで、あの単純にガンブルー一色にするつもりでも下にシルバーを塗るのがいいんじゃないかなんて思うんですけどね、うん、どうしても遊んでれば触ってれば角が出てくるし、この辺とかね、こういう感触にしたいんであればこの辺ね、下シルバー塗った方がいいと思います。もったいないけどね、表面にシルバーの部分全然ないからね。でもシリンダーもちょっとこういう部分とかね、シルバー塗ってやった方が多分表情はね変わると思いますよ、うん、いくらか。なんでそのシルバーを一旦塗ることをおすすめします、うん、ただね、そうそう、まだこれ注意点が必要なんだけど、これヘビーウェイト樹脂なんで、ね、ヘビーウェイト樹脂ってそもそもそんな塗装はあんましないよね。なんでっていうと塗装が乗らないから、ヘビーウェイト樹脂ってあんまり塗装しないですよ、うん、いや別にするなとかしちゃダメだとかそういう話じゃないんだけど、なんか不注意でちょっとぶつけたりしたらそこからペリって剥がれてパリパリってなる可能性がありますんでねなんでっていうと、こっちのナイロンもこっちのヘビーウェイト樹脂も、こういうスプレーに使われている溶剤で溶けないんですよ。下地が溶けないね。これヘビーウェイト樹脂のコルト25とのフレームなんだけど、ね、ヘビーウェイト樹脂ってこういうグレーのザラザラの感触じゃないですか。これ磨いていくとツルツルになってブルーイングしたりできるんだけども、これ 2,3 回塗装しても失敗してるやつなんだけど、何度も塗装落としてるんですよ、薄め液というかシンナーでね、塗装を落としたやつです。2回ぐらい塗装失敗して、で今度はブルーイングにしようと思って今取ってあるんですけど、そのヘビーウェイト樹脂ってそういうもんです。シンナーで溶けないね。だから塗装が乗りにくい。なんで塗装した後に磨いたりするのもちょっとやんわりやらなきゃいけないし時間がかかっちゃうと、まあそういうあれもありますんでね、まあそういう意味合いもあってそんなにダメージ感を出さない感じに塗ってあります、うん、でなんで ABS の方がいいのっていうと、今度 ABS ですね。これはクラウンのヤリボルバーだけど、シルバーモデルだよね。シルバーモデル、もともとシルバーモデルだったやつを色塗ってあるんで、下にシルバーは塗ってないですけど、要はシルバーに塗ってからガンブルーに塗ったというものですよね、単純に。でこれもメタルブルーコート、これで塗ったやつなんだけど、こいつもね、その M586 と似たような仕上げになってます。こういう角だけシルバーが出るように塗ってあります。うん。ただ、こいつよりもうちょっとね、もうちょっと、その、こういうとことか、若干ダメージ感が出るように塗ってあるのかな。その辺を目指しております。こういうところとかね。うん。ね。こんな風にしてある。ちょっとダメージ感が出るように、バレルの角とかしてあります。
こういうのって触ってガチャガチャ遊んでればよく触るところって当然そこから塗装が剥げてるし、まあキャロムの塗料の塗装を剥げるほど遊ぶとなると相当あれだけども、まあ例えばこの表情気に入らなかったらもうちょっとコンパウンドで磨くとかすればダメージ感どんどん出てるし、うん、あの味変的なこともできますんでね。まあこのフロントサイト周りとかもこれ単純に単色でもこういう発色にはなるんですけど、角の部分ねちょっとシルバー出ちゃった方がかっこいいんじゃないとは思います。これはあくまで僕個人のあの僕個人の感想です。そうだな、この2つの塗料を単色で塗りっぱにした個体を今手元にないんでね、なんとも比較しようがないんですけど、あの下にシルバーは塗った方がいいと思います。うん、で ABS 樹脂なんで塗装に向くかっていうと、こういうスプレーで塗ると下の ABS 樹脂を溶かしながらくっつくわけですよ。で完全に乾燥するともう密着して、ね、一体化して、じゃあそこシンナーで塗装を落としたからといって元には戻らないんでね、あの下地を溶かしながらくっついて下地を溶かしながらそのまま乾くということになります。でね、まあ、シルバー、この辺のシルバーを塗って一回よく磨いてツルツルにしてね、塗装って粒で飛んでって粒でデコボコになったまま乾くんでね、それを一回磨いて、まあ当然塗装する前も磨いてでシルバー拭いて磨いて、一工程増えるんでね、どうしても手間がかかっちゃうんだけど、で磨いて、で最後あのメタルブルーコートなりブルースチールなりを拭いて磨いてという工程でこんなになります。別に角出さないままのっぺり塗ってもいいと思いますけど、その塗料の色の発色もね、下にシルバー塗った方が塗料本来の色が出るはず、そっちの方が派手になる見た感じが、うん、同じ色塗っても見た感じが派手になりますよ、下地がシルバーの方がね。そんな感じか。あとはこれ銀弾のシルバーのモデルを、グリップ部分マスキングして塗ったやつね、東京丸いのシルバーが残ってるのはこのハンマーの部分だけだね。アマの部分をシルバー残して、あとはここもちょっと色変えてあるんだよね、東京丸いのはよくできてるね、をマスキングして、でメタルブルコートじゃない、これはねブルースチールを吹いて、で同じように若干のダメージ感が出るようにしたのかな、この角の部分だけね、角の部分だけシルバーが出るように磨いてます。これもダメージっていうダメージじゃないんでね、ちょっと雰囲気良くなるぐらい、この辺の触るような部分とか、うん、ちょっと雰囲気良くなるぐらい磨いたというものです。こんな感じかな。まあ下地にシルバー塗って、でその次にブルースチールなりメタルブルーコートなりね、ちゃんと塗らなきゃいけなくなっちゃうんですよ、シルバーを全部隠蔽するまで。うん、なんでこういうセレーションのとことかさ、結局奥まったところが一番最後に色が乗っちゃうわけで、こういう平坦なところが厚くなっちゃうんでね、まあこれはまたその下にシルバーを塗る塗らないとは別な話ですけど、うん、別な話だけど、結構ね重ねて塗らなきゃいけなくなっちゃうんで大変は大変ですよね、下にシルバー。黒い ABS 樹脂に単純にこれ塗って磨いただけでも全然綺麗になりますよ、全然いい発色というか綺麗になります、塗膜も強いし、うん、あとはどういう仕上がりを目指すかだよね。まあ僕はどうしても角がシルバー出た方が好きなんで下にシルバー塗りますけど、うん、絶対塗らなきゃいけないというわけでもないんだよね。これカンビオタさんから提供してもらったダイソーの100円で買える、銀弾銃ですけど、これね、これやっぱ下にシルバー塗って角落としてあるんだろうね。これ黒です。塗料は何使ってあるかちょっと分かんないけど、こっちはガメタっぽく塗ってあるのかな。うん、これ単色だろうね、もともとが黒い ABS なんでね。でグリップの色塗ってないってことなんで、グリップマスキングして塗ったんだろうから、このもともとこういう色だったのがこうなると
同じ黒でも表情違いになるとね、面白いよね、うん、でなんでこれ出してきたのっていうと、これ100均の銃じゃないですか。こういうので一回練習してみた方がいいと思います。100均の銃だとちゃんとセレーションもついてるし、こういうセーフティーもついてるし、モールドもね結構深く入ってるじゃないですか。この塗装の練習にはもってこいですよ。バラして塗ってもいいし、このままグリップだけマスキングして塗ってもいいんで、とにかくこういうので一回練習してみるといいんじゃねえかなと思います。キャロムショットの塗料ちょっと高いんでね、なんかで練習するのもったいないんだけど、缶スプレーなんで、その缶によって霧の飛び方全然違うじゃないですか。なんでホームセンターのスプレーで練習して、じゃあいざこれで本番って言っても飛び方違うし、塗料の乗り方違うんでね、うん、なんで何かで何回か練習した方がいいとは思います、うん、まあね、こればっかりは口で言ってどうのこうのっていう話だけじゃどうしてもね、練習しないとうまくはなんないと思うんでね、塗装は。じゃあ僕の塗装がうまいかって言ったら全然素人ですよ。缶スプレーで塗って磨いてるだけなんで、本当僕はお手軽な塗装しかしてませんけど、うん、あの僕の出来栄えは結構素人です。安直というか、うん、だけどやっぱりね、どうせやるんだったらかっこよくしたいよねっていうのがあると思うのでね、まあ、こんな感じで喋ってみましたけど、うん、どうだろうね、あのとにかく何回か練習した方がいいと思う。あのシルバーも、ガンブルーも綺麗な発色にするために、あと綺麗にのせるために、とにかくふんわり薄くのせて、30秒1分置いてまたふんわり薄くのせてっていうのを繰り返すんでね、そうだな、あの実際に塗装しながら、説明した動画が多分結構あると思うんだよな、 M586 だけじゃなくてでね、まあ、そっちも見てもらって、やってることは一緒ですけど、目指す仕上がりによってシルバー使うか使わないかをまず決めてやってみてもいいと思うし、自分でこういうね練習台を準備して、シルバー拭いたもの、シルバー拭かないもので、そのそれにねちょっと色塗ってみて、あの仕上がりの結果を眺めてみるのもいいんじゃないでしょうか。練習にもなるしね、あの塗装絶対いきなりだと絶対初めはもう失敗しちゃうと思うんで、だからいきなり大切なモデルガンに行くよりもこういうので練習した方がいいと思います。 2,3 個そんな感じか。いわゆる黒猫さんに聞いてみようのコーナーです。まあ黒猫さんそんな塗装がめちゃくちゃうまいっていうわけじゃないんですけど、まあ素人なりにでもね、かっこよくしようかなと思った時に今お伝えしたみたいなことを気にしてみると、ちょっとパリッとしたねトイガーの塗装できるんじゃなかろうかというところです。あ、ちなみに言うとね、これ僕もう何年か前に塗ったやつじゃないですか。でこれもこれは最近塗った、どっちも同じメタルブルーコートなんだけど、こっちの方がね表面がシルキーに濡れてるんですよ。こっちはね、あの塗料の粒感がどうしても出ちゃったんです。そんな今そんな話してもあれだけども、これなんでこの違いが出るのっていうとね、じゃあこっちの、サイドプレートの側で見ようかね。この辺こうやってちょっとピントが合ってるかな、ね、どうしてもこっち粒感が出てるんです。なんでっていうと、シルバーを磨かなかったからです、うん、下地のシルバーを磨くのが手抜きだったからって言った方がいいかな、うん、なんでね、とにかく表面をツルツルになるまで磨いてから塗って、で塗装を塗るとまたザラザラになるんで、それをまたツルツルに磨いてから次を塗ると、そんな感じを意識するとだいぶ良くなるとは思います。あの結構ね、もう塗装の仕上がりとしてはこっちの方が気に入ってます。まあグリップの塗り方もだんだん上手になってきてるっていうのもあるけどね、結構気に入ってます。そんな感じか。うまく塗れることを祈っております。はい、ということでね、今日の動画はこれでおしまいです。また別な動画で会いましょう。うつべーし。
うつべーし、うつべーし。いやー、リボルバーの塗装いいね。またなんか塗ろうです。